はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファッフィーと申します。今日もドラクエ2の続きをやっていきたいと思います。で、前回なんですけど、まあちょっとレベル上げを挟むのと、まあ装備ちょっと整えたいっていうので、まあやっておきますということだったんですが、ちょっとやりすぎたかなって感じですね。レベルもちょっと上がっちゃったので、結構上がりましたね。2レベルないし3レベル上がってますね。で、装備がですね、そうですね、ファフィーが、鋼の剣を手に入れるのが目的だったんですが、結局ちょっと鋼の鎧まで手を出してますね。で、鋼の盾まではちょっとさすがにちょっと高いんでですね、鋼の盾2000円だったっけな、2000ゴールドするので、ちょっとさすがに取れてないですね。で、トンヌラの方は、ファフィーが使ってた鉄の槍をお下がりでもらってます。で、この時点で最強になるのでこれもいいと思います。で、鎧も、鎖片びらが、390ゴールドなので割とサクッと貯めれたのでこれもつけちゃいましたね。で、アキナは、まあ、これも余ったお金で聖なるナイフを買ったっていう感じなんですけど、まあ、攻撃力は、まあ、あってもなくても似たようなもんなんですけど、そうですね、まあ、一応装備はほぼ整ったかなっていう感じですね。鋼の盾確かに強いんですけど、ちょっとさすがに2000まで貯めるっていうと結構大変なのでこれはスルーしましたですね。まあ、なので今日はですね、もうそのままこのままですね、風の塔ですねに行って風のマントを手に入れていきたいと思います。いえば風のマントの話ってどうだったかな、ムーンブルクの街かどっかで聞けるんだったかな。あ、あったあった、これですね。まあ、特に話はないような感じですね。サマルトリアのお城に捕まってる泥棒がなんか知ってるんですかね。まあひとまず行きましょう。ちょっとレベルもせっかく上がったんでですね、福井県持ったままなんですけど、聖水使っていきます。多少効くんじゃないかなと思うんですけど、出ますね。ちょっとあまり MP を使いたくないので、だいたいバギか、あ、バギならいっそうなんですけど、まあ、ちょっと風の塔が距離があるので、これも結構地形的にややこしい地域ですね。さっきの橋渡りたくなるんですけど、あ、残ったな。まあ最悪だ、被害の方が大きかったですね。あ、そっか、攻撃すればよかったですね。あ、福引き剣当たらない、福引き剣実際当て、ゴールドカード1回だけ当てたことあるんですけどね、まあ、やっぱ強烈でしたね。割引がすごくて、特に後半はかなり高い装備が多いのですごい助かりましたけど、じゃあ聖水をもう1回かけて、まあ多少効いてればいいかなっていう感じですね。出ますね。バギしましょうかね。まあ、バギならほぼ一掃なんですけども、この辺りではもう正直言うとイオナズン級の破壊力ありますね。バギは強いですね。わかった失礼。おお やってみてもいいんですけどね、本当意外と2個は揃うんですよね。でもこれまたちょっと微妙な感じなんですけど、
なんか間違ってるような気がしますけど、まあラリフォーマント結構厄介ですからね。ああ、この辺りの敵のスライドもきちんとしてくれるんですね。さてもうちょっとですね。おお、メタルスライム出た。逃げました。まあそうでしょうね。まああんまりどうだったかな、そんな美味しかった覚えがないんですけど、なかなかいやらしい組み合わせですねこれも。まあそろそろいいでしょう、もう塔も近いので。うわーマジっすか、こういうので毒受けるとすごいショックですよね。よし、もうちょっとですね。あ、見えましたね、これが風の塔ですね。よし入ります。これ一回回復しときましょうか。ここからちょっと敵の強さが変わるので、確かですねこれ嘘なんですよね、こいつはめちゃくちゃ硬いんですよ。 OK、 まあ、呪文があればこのムカデ系は楽なんですけど、攻撃だとどれもその時点ではかなり硬い敵が多いですよね。うん、割とでもレベルよく上がりますね。あー、これはまあいいか。まだそんな強い敵出ないですね、うん、確かこっちで合ってますね。リビングデッドは結構めんどくさいので逃げます。体力が多いんですよね。そうですね、このお化けネズミが結構大群で出ると厄介で、そう仲間を呼ぶ上に意外と火力があるんですよね。であと確か お化けネズミ、ネズミ系はみんなそうだったと思うんですけど、集中攻撃持ちなんですよね。ギラーでいいかな。単体だとさすがにそうでもないですね。まあ単体って幽霊入れてなかったですね今。開けて、さすがちょっとレベルが上がってる分楽な感じはしますね。なんかこんなケチる必要はないような気もしますが、やっぱ舌が今日回らないな。すいません、結構噛んでますね。OK ですね。こっちでよかったかな。あー多分当たりですね。あ、これ逃げる。ありましたね、これで風のマントゲットです。よし、結構アイテムがいっぱいになっちゃいましたね。風のマント、まあ一応そうですね、装備しておいて、誰でも装備できたような気がするんですけど、と上がって、これがちょっとレベルが低いと、あの
バキで生き残る可能性があるんですよね、これ。そうですね、やっぱなかなか倒せないですよね。で、そのまあこれで言うと、あのアキナが集中攻撃を受けるとほぼ一旦で死んじゃうんでですね、結構きついんですけど、こっちでいいかな。こいつにバギーをしましょう。あー、死ななかった。おー、さすがに痛い。鋼の鎧つけてて8位もらえますか。スモークは攻撃力大したことないので、まあ魔法トーンする人っていう感じですね。まあでもこれ先にやられちゃうと、あのカブトムカデに今ファフィーでも鋼の剣であれぐらいですからね、ダメージかなり硬いんで。まあ、これもレベルが低いうちは逆にラリホーとかの方が当たりだったりするんですよね。まあもう結構上がってるんで護衛に行きますけど、結構強いでしょ。あの火力はあるんですよね。結構減りましたね。お、レベル上がりました。とりあえずアキナのベホイミでファフィーとトンヌラのホイミでアキナを回復しましょう。よし。じゃあですね、この反対側もなんかアイテムがあったような気がするんで、ちょっと寄っていきましょう。まあもう落ちてもいいっちゃいいんですけど、祈りの指輪があったような気がするんですよね。うほ、痛い。一応回復しておきましょう、なんかもうすっかり春らしくなってきましたけど、一気に暑くなりましたね。結構自分は、まあ、アレルギー結構いろいろ持ってる方なんですけど、花粉症もあるはずなんですけど、あんまりはっきりした症状出ないんですよね。これはこれ危ないな。アホドラキが混ざってるとちょっと嫌なんですよね。逃げられなかった時に守備力下げられてっていうのがあるので、これ相手しましょう。どうだったかな、バギの効き多くなかったような気がするんですけど。あ、入りましたね。 OK。 そうですね、自分はあんまりこう花粉症でこうグズグズになるとかはないんですけど、まあ、あのさすいませんね。まあ、周りは結構もうひどい人出始めましたね。今日もでもちょっとまあちょっとサボってたんですけど、まあ間でまあ公園を少し気分転換がてらに散歩したんですけど、まあ結構もう桜もはつぼみがですね結構ついてて、花とかも結構咲いてて結構気分良かったですけどね。まあまあ結果は帰るの遅れたんですけどね。あ、これで OK かな。祈りの指輪ですね。まあでも本当この年度末の時期ってめちゃくちゃ忙しいですけど、まあでもちょっと本当なんか詰まった時にはまあ息抜きじゃないですけど、何か気分転換をする手段はやっぱり持っとくと随分違いますね。だんだんやっぱり、まあ、体力なくなってきたのもあるんですけど、集中してやれなくなるんですよね。そうですね、まあそういう意味ではこの、まあ、今はもう遊んでますけど、
こういうこともやっぱり大事なのかなと思いますね。はい、じゃあ今降りました。で、今見ての通り普通ならこう降りるとここに落ちるはずなのが結構向こうに落ちたじゃないですか。これが風のマントの効果ですね。ではこれを後々使うので、後々というかすぐなんですけど、一旦ルーラで、ムーンペタに変えろうかな。まあムーンペタでいいね。そう、結構スーファミ版、まあスーファミはまあリメイク版でもリメイクというかもう皆さんもあまりやんないですかね、 3DS とかであったファミコンとかスーパーファミコンのカセットできる分であったのかな。私は結構ファミコン版をすごい長いこと遊んでたのであれなんですけど、これルーラがレベル11で覚えたと思うんですけど、これ1になってるんですよね、消費が。なのでまあかなり楽になってて、まあ今あんまりこうケチケチするほどじゃないんですけど、まあ当然最初の方が宿代が安いんでですね、まあ、そういう形でわざとローレシアで泊まってっていうのもありはありですよね。いろいろ引きましたけどさすがに2000は足らないでしょうね。これ1300でしたね。これで150だから1500、1600、700、800。あ、結構欲しいとこまで行くんですね。今何分ぐらいですかね。あー、行けるかな、ルプガナまで。まあ、ちょっとあんまり無理はしないようにしましょう。お金を預けて、よし、じゃあこれで一旦セーブをして、おお、もうちょっとで1レベル上がりますね。結構上がりいいですね。こんな良かったかな。こう地味にやっぱりやりやすくなってるのはすごくいいですね。このルーラも行き先指定もそうですし、これ止まってますね。大丈夫ですね。まあ消費が減ってるっていうのもですね、さすが。あー、でも結構倒せますよね。あ、やっぱり今日神気味、神気味、あいうえいおあおですね。今ちょっとずつ上がってる感じですかね。ムーンブルクのお城も何かあるのはあったと思うんですけど、まあ大事なものはないのと、お話が聞けるっていう感じですかね。王様の幽霊とかがいますから、ちょっとやってみますか。これはちょっとめんどくさい相手ですね。あー、痛い。ギラがやっぱりこちらとしても強化されたの嬉しいんですけど、相手の攻撃も随分痛くなりましたね。こんな感じですね。あー、わかんないんですね。ひゃこれはなかなかめんどくさいメンバーですね。これは何もなかった気がするですよね。そうですね、これがラーの鏡ですね。まあ、なので本当はこっちに寄ってから鏡を手に入れに行くっていうのが筋でしょうね。ただまあ敵の強さから言ってかなりきついですけどね、実際。
あらら。ああ、まだ5ポイントもらうのか、トンノラも。強いですね。これ逃げましょう。これどうだったかな。リビングデッドはそうですね、あのマヌサがちょっと嫌なんですよね。で結構あのファミコン版の2は正直言うとマヌサってどっちでもよくて、あんまり効いてる感じしなかったんですけど、スーファミ版以降結構効いてるような気がしますね。ここか、よいしょ。これもあんまり相手したくないな。敵もスーパーファミコンの頃と違ってやっぱ解像度が上がってるからか、やっぱ結構くっきり書いてありますね。ちょっと鳥山先生味が減ってる気もするのはするんですけど、痛いな。ああそういうことですか、成仏しましたね。出たんじゃないのか。ちょっと一回戻った方がいいような気もしますが、まあ、薬草も持っているのでこのまま行きましょうね。ちょっと自分で使いましょうか、それぞれ。よし、ではこれでまたちょっと嫌なメンバーですね。逃げましょう。うわ、3回目はだいたい逃げれるイメージですね。よいしょ。まあここからまた次の大陸に向かっていきますね。いいかな。少し敵も変わりますね。で、あと、アプリ版はもう大丈夫なのかな。レベル上がったですね。お、トヘロス覚えた。さすがに効かないかな。この下がですね、ちょっと敵が強いエリアなんですけど、この境目に結構あの場違いな敵が出ることがあって、それだけ注意してましたけど。よし、ちょっと不安ですね。これだけあんまり使いたくないんですけどね。ちょっと逃げると後が嫌な敵が多いので。
まあ何かがありそうでないオアシスですね。また噛んだ。本当でもしばらくやってないとやっぱ喋れなくなりますね。滑舌が悪くなるというか、なんだろう、まあ最初の頃はどちらかというと緊張して震えてる方が多かったんですけど、ちょっと嫌な感じ。まあちょっと寄り道しましたからね。敵出すぎ。で、ちょっとあんまついてないですね。おー、レベル上がる。よいしょ。じゃあどんどん行きましょう。これはまあこれは倒しましょう。ギラでいいか。あんま使いたくないけど。ちょっと腹立つことも、足も速いんですね、お化けネズミ。薬草助かる。もうちょっとですね。あ、これ新しい敵ですね。こいつも結構強いんですけど、あの眠る息だったかな、甘い息入ってくると思うんですけど、こいつもラリホ弱い気がしますね。よく寝るんですよね。まあでもあの睡眠は一発逆転ある攻撃なので、起きないと本当起きないんですよね。よし、もうちょっとだ。本当逃げづらい敵がよく出ますね。どうしようかな、これ攻撃で、バギーにかけましょう。うわー、一匹だけか。 OK。 うん、いやー、どんどん上がりますね。よいしょ、見えました、ドラゴンの角。ここはですね、もうどんどん上がるだけですね。敵がここも強いんですよね。うわー、これも嫌な組み合わせですね。だろうな、やっぱり先にカブトムカデを。おお、効いた、いいね。うん、なんとか無事にループガナまで行きたいんですけど、結構MP がやばくなってきたかな。うわ、あーい、こっちもかわした。よし、まだありますね MP。
し、うわ出たか。あーでもバギーがノリノリですね。お、またレベルが上がった。9。呪文は覚えないですね。呪文は確か2は揺らぎはなかったと思いますね。3からだったかな、あの覚えない可能性があるのがですね。まあ、なのであのそのレベルは達することができればしっかり上がりますから、あ覚えますからね。ここは意外と高いんですよね。でちょっとボケてると下に落ちたりするので、はいメドーサボール出ましたね。こいつ硬いんですよね。おーナイス、寝なかった。オッケー、結構いやらしいですね。どうだろう、これで正解かな。あ入ってますね。ほんといやらしい魔法ばっか使いますね。まだまだ上ですね。あ、ま、あ、違った。あれ、もう、こんな低かったかな。ここで忘れずに、風のマントを装備していることを確認して、飛び降ります。と、反対側落ちれるんですね。どうしようかな。ついでに行っとくか。こっちはまあ、あんまり用事ないんですけど、ないんですが、2階、3階だったかな。あ、やっぱり光ってんだ。これですね。これ、雨露の糸です。で、これは、後々防具作るのに必要になるので、まあ、これも作るまでが大変ですけどね。まあ、一応手に入れておきましょう。で、こちらでちょっと敵が強くなるので、薬草使っておきましょう。薬草やっぱり助かりますね。回復分の MP ってバカにならないですからね。こいつどうだったかな、強かった気がするな。あ効かないのか。あマフトンか。うわっ、まあ、このまま行きましょう。やっぱレベルが上がってる分一旦で一体は倒せますね、リビングデッドが。よしよし、35分ってとこですかね今。うわー、バブーン出た。バブーン強いですね。うわー効かなかった。うおー怖え。うおー痛え。これは間に合うでしょう。 OK、お上がる上がる。あ今回あんまり変わらなかったですね。よいしょ。
これ一回止まりましょう。ここも品揃えがかなり良くなってはいるので、いけないな。今日すごく舌が回んない感じですね。ベロがくっついてるみたいな感じでうまく喋れない。そうですね、ここはまあ1の舞台のアレフガルドのすぐ西側になりますね。なんかドスンってなりましたね。何かしたのかな、マリアが。マリアじゃねえわ、アキナだった。装備品も結構良くなってるんですけど、あ、出ましたね、魔導士の杖。結構強いんですよね、こんな感じで。当たるとだから使いやすいんですけど、はだって今もういいかな。セーブはしたので、じゃあ家で、まあ、はいでも襲われるんですけどね。聞けばラリホーは、うわー、ダメか、行って、うほほ、あー、呪文も聞き結構微妙ですね。どうしよう、もう一度ラリホーするか、バギで押し切るか。もう一度ラリホー行きましょう。うわー、最低だ。あ、これまずいぞ。一体倒した。OK、 倒しました。お、キメラの翼か。はい、おお、あ、読みましょうね、せっかくなので。可愛い孫娘を助けてくださったそうで、なんとお礼を言ってよいやら。おお、そうじゃ、あなたたちに船をお貸ししようぞ。この爺にできるのはそれくらいじゃ。どうかの自由に乗ってくだされ。じゃが最近は海が随分荒れてきておる。まずは東の海を渡ってアレフガルドの国のラダトーム城を目指しなされ。そこの王様ならきっとあなたたちの力になってくれるじゃろう、くれるじゃろう。気をつけてきなされよ、どうじゃろう。っていうことで、まあちょっとあそこに泊まりのラダトームまでちょっと行ってみたいとこですが、今日はここまでにしましょう。で、まあ次回とりあえずラダトーム城に行って、でそれからまあもうここから先は多分皆さんやっておられる方はもう定番じゃないですかね。金の鍵を取りに行くっていうパターンになるかと思うんですけど、まあすいませんね、ぶっ飛ばしなんですけど、まあ初見の方はもう自由に動かれて、お話を聞きながら進むのが良いかと思いますが、すいません、今回はもうのっけから割ともう知ってる前提でやってますから、まあ申し訳ないんですが、こう結構自由に遊ばせてもらってます。で、まあ一応そういう流れでやっていきたいと思います。なのでですね、でまあ極力町の人の話なんかも聞くようにしましょう。まあ次回ですね、この、ルプガナの町ですね、ここで一通り話を聞いて船に乗って出発する形にしましょう。よし、ではここで一旦中断をして、これも便利ですよね。まあやっぱりスマホでやる以上当然そうっちゃそうでるんですけどね。あいたたた、ごめんなさい。よし、じゃあこれでおきましょう。はい、すいません。ではまたちょっと微妙な時間ですが、まあこのぐらいのペースでやっていこうと思いますので、またよかったらお付き合いいただけると大変嬉しいです。はい、では今日のところはここまでといたしましょう。はい、いや、皆さんお疲れ様でした。よかったらまた遊びに来てもらえると嬉しいです。はい、では今日のところはさようならです。ありがとうございました。さようなら。終了、これだ。